皆さん、おつかめの NMB48 ジオンこと亀のジオンです。はい、コンサートが終わって一発目なんですけど、コンサート終わって次の日に寝ようと思ったんですけど、いや出かけたいと思ってママと一緒に買い物に行って、コンサートお疲れ様というの次も頑張ろうみたいな気持ちで自分へのご褒美を買いました。サンダルを買いました。はい、自分の好きなブランドのやつで、なんか自分へのご褒美で自分の好きなブランドで、しかも自分が買ったやつっていうので、なんか今日も履いてきたんですけど、毎回履くとき超ルンルンで、あと一昨日は11時間も寝たのでそれもルンルンで、最近ルンルン続きです。皆さんも最近ルンルンした話はありますか？ぜひハッシュタグジオンレディでツイートお待ちしてます。では本日もジオンレディよろしくお願いします。ヒマラヤ山脈 NMB48 のジャングルレディオ月曜日。オープニングはこの曲からラジオネームカルちゃんさんからいただきました。 AKB48 で全ては途中経過。改めまして皆さんこんばんは。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、 NMB48 チーム B2 の亀のジオンです。このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は FM プラプラからパソコンスマートフォンで簡単に聞けます。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできます。番組の公式ツイッターもありますので、@JRO_ESFM で検索してフォローもしてください。詳しくはインターネットでジャンレディと検索してご確認ください。さて月曜日は毎回2人のメンバーをゲストに呼んでいるのですが、今回来てくれたのはこの2人。はい、若にゃんこと墨の若菜と、はい、マイティこと平山舞です。お願いします。お願いします。ジオンレディジオンレディバカにしてんのか。ジオンレディをさっきから笑ってるけど、かわいい、頑張ってるやん。ちっちゃん頑張ってます。頑張ってかわいい。あのちっちゃかったじっちゃんが、ね、大きくな一人で話して、一人でサンダルも買って買いました。えらい、結構ええサンダルちゃうの、あれ、ね、今日入ってきてたけど見ました。見た。うわ、ほんと？そう、ブランドミューティーか分からんけど結構ね、ええやつみたいな。そうなんです。かわいい、頑張って買ったんや。はい、かわいい、かわいい、優しいあ、そうですね、2人はコンサートの次の日とか何しました？何した？私は、終わって、ほんまに次の日の昼ぐらいまでソファーで寝てたらしくて、ソファーで記憶がなかったの、メイクとか落とした、もうそのまま、った状態で寝てて、でもそっから少女お風呂入って、甲子園行きました。さすがトラコ。すごい。チケットがあったので阪神の試合を見に、負けましたけど。いや、まあまあね、それもええ思い出ですけど。すごい。わかんのはね、当日、ライブの次の日が16日誕生日やって、そう、で、お母さんと京都に、そう、行ったんやけど、いいね、人多いし、暑いし、で、眠い。もう、トリプルで来て、そう、家帰ってぐっすり寝ました。楽しかった、でも。誕生日やったもんね。そう。二十歳か。二十歳ですわ。いいね。大きくないって。そうやな。20歳。そう、でもみんなやっぱ有意義に時間使えてね。ね、よかった。いいですね。よかった。はい、オープニングで紹介した、リクエスト曲のね、お便りの方を読んでいきたいと思います。はい、ジョンちゃん、本日のゲストの若にゃん、マイティ、こんばんは。こんばんは。先日、14日、15日に行われた、ライブからもう半月、14日に行われたライブは、
キャプテンであるアイプさんがチームのことについて熱い思いを話されていました、うん、お話が終わった直後に披露されていた全ては途中経過感想でメンバーさん一人一人が夢思いを話されていました。ジオンちゃんは絶対選抜復帰していつかセンターに立ちます待っててくださいと力強く話されていてその目には光るものが見えていました。よければ涙の理由をお話ししてもらえたらと思います。ジオンちゃんのお隣だったアイピさんはジオンちゃんの背中に手を添えられていました。お二人もこの曲に対する思いを聞かせてもらえたらと思います。あれあのゲストがアイピやと思われてますね。あれあれあれあの最初もわかにゃんアイピこんばんはって出ましたけどアイピアイピアイピみたいなもんどうでした。アイピみたいなもんまあでも私も B2 のキャプテンとしてまあ違う違う違うキャプテンとしてそうそうそうあよかったよ。でもあの演出ねえ感動ですよ。ねえ歌ほんまに目に光るものがあったんや。汗ですよ汗汗か暑かったからさ。いやでもほんまにリハーサル中からチーム B2 のメンバーがみんなこの曲の歌が良すぎてみんなうるうるしながらリハからもやばかったですよ。曲やもんね。曲やけどもこう曲のさ流れのなんか曲の間にみんな言っていかないといけんから一人一人のこのねカウントというかいう長さも決まってるから5回ぐらいリハーサルしてるんです。めっちゃしためっちゃしてました。ありえへんぐらいしました。大事なとこやったから本番はねみんな行けたやったらはい行けましたよかったな。嬉しいですわね。アイピもそう言ってくれたそうイピー言ってはいということで今回はこの2人を迎えてお送りしていきます。まずはこのコーナーから参りましょう。教えて NMB48。 ここからは私たちのことをもっと知ってもらおうということでリスナーの皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。それでは順番にめくっていきましょう。教えて。愛知県にお住まいのラジオネームバリネギックスさんからいただきました。ジオンさん、ワカニャンさん、マイティさん、こんばんは。こんばんは。先日の夏コン、お疲れ様でした。うん、自分は、ウーカさんの卒コンだけになりますが、現地で参加しました。ウーカさんの卒コンでは、ダンス選抜など、ウーカさんが直々に選んだメンバーのユニットコーナーがあり、どれもぴったりのメンバーがパフォーマンスしてたなぁと思いました。もし自分がユニット楽曲のメンバーを選ぶとなったら、どのメンバーで何の楽曲をしてみたいですか？むずいって全部時間使ってまいりますよこのラジオもうなうわなんやろなえでも、うん、アカナは抱きしめられたらがめっちゃ好きでわかる、はい、東京そう12周年の東京虫で、うん、ジオンちゃんと、はい、そしてケイトさんケイトさんとアーノさんがやったと、はい、めっちゃ良かったんですわ。現役高校生の3人ってことそう、 そう学生ですか、ね、学生かあそうか、はい、そう大人っぽい曲を、はい、ちょっとあの若めの学生とかがやるのがすごいタイプでだから9期生あそう私はもう入らなくていいからあ見たんやそうえああ9期生のね、うん、あのレイポンとかに似合いそうね可愛い可愛い子たちに大人っぽい曲をやってほしい。うわ確かに見てみたいめっちゃ、うん、そういいねけどみんなはどんなんが私は、うん、すごく一回前のなんかのライブでもさ高身長ユニットみたいなのがあったんありました足の長い足の長いメンバーで、うん、あの誘惑のガーターを最悪ガードも最高の最悪最高ガーター超えちゃってなもう最高声で最悪なめっちゃいいめっちゃいい最後の方にこうガーターをこう脱ぐ脱いで投げるみたいなのあるじゃないですかあれをやりたいしやってほしい。いや舞ちゃんもそれこそ足長いし、ふうわとかみーきさんも足長くてかりんさんとかかれんさんもあ、めっちゃおるめっちゃおるわ足りひんで足りひん何回か分けてやらないもうだからもう映像も足だけでいい足顔でしゃべるから足だけ映してほしいけどそう足カメラみたいな足カメラカメラじゃなくてもう足だけでいいからそういうユニットもね見たいなって思います。ええな
私は、うん、あの11周年の周年ライブの時に、うん、虹の作り方で、うん、を選んでいただいて、はいはい、フレッシュな元気なメンバーを選んでもらったんですけど、うんうんうん、もうそれをもう今の元気な若い子たちにやってほしいですね。見たい。リサとか、うわもうリサヒね。リサヒ。めっちゃ見たいです。ちびっ子たちがね、うん、大きく踊ってるのがいいよね。めっちゃ元気に。ゆかたんとかも、あ、やってほしい。ほんまにゆかたんはいい。うん、いいよね、ゆかたんもいいぞ。オタクおるけど。いいぞって。やらせたがりやからね、この3人は。いや、でもしかしたらこれがね、次のライブ9月にも決まったからね。確かに、あるかもしれないですから。楽しみです、楽しみです。皆さん。はい。次行きましょうか。兵庫県にお住まいのラジオネームレナタン推しの大食い娘さんからのお便りです。皆さんこんばんは。こんばんは。同期で旅行に行くとなったらどこに行ってみたいですか。です。うわー同期、同期でしょ。でもさ、うん、何思うのかさ、うん、7期で行くとするやん、うん、絶対別行動へ。やばいってみんな各地に散らばって。そこそういうの行けるってなったらどうなんやろうね。いやでも、うん、大定番の沖縄に、うん、うわー行きたい。みんな海好きそう。確かに。そう、海好きそうやし、うん、やっぱご飯とかいっぱいあるし、うん、沖縄なら散らばっても大丈夫やろ。確かに。国際通りとかをさ、そうそうそう、自由行動みたいなやつ。ありあり。修学旅行、うん、完全に。誰か引率の先生になってから。あかんけど。確かに沖縄いいね。めっちゃいい。沖縄に行きたいんですけど。私は、うん、あの、この前、かりんさんの YouTube で見たんですけど、うん、淡路島。私たちも行きたいなって思って。5期生さんで行ってたね。そう。行ってて、パンケーキとかめっちゃ美味しそうやったし。カフェ。そう。なんか、シラスのね、なんか、あ、ストップ言うまで、あの、かけ放題みたいなピザがね。めっちゃ美味しそう。あれも美味しそうすぎて、もう行こうよみんなで。行こうよ。行きたい。誰か運転してくれる。誰も免許持ってない。誰も免許持ってないか。あかんか。うわー、そっか。行きたいなー。ありやね。あり。はい。うわ、でも、どうやろうな。うん。あえて、温泉旅行とか。うわー。いいね。温泉入って、うん、みんなでガチ語りみたいな。ありありあり。今まで話せんかった本音を語り合うとかも。うわー。確かに。楽しそう、めっちゃ。何でも話せそうです。でも絶対これプラン決まらんで。誰も決めようとして。全部自由行動になっちゃう。いつになるかわかりませんけど。ね。つかしたいね。これもやりたいね。楽しそう。うん、うん。じゃあ続きまして、はい、大阪市にお住まいのラジオネームカオルさんからいただきました、ライブ直前はレッスンで大忙し、日によっては朝から晩までレッスンというような日もあると思うのですが、メンバーの皆さんはレッスン中何の飲み物を飲んでいますか。またどのくらいの量を飲みますか。これじゃなきゃみたいなこだわりがあったらお聞きしたいです。気になる。気になります、これ。どこまで。まあでも確かにメンバーによってたまにこうなんか変な飲んでる人とか確かに。渚さんとかも緑色の飲み物飲んではって。確かに。何なんあれは。ね、青汁的なやつですね。あ、なるほど。どう、わかにゃんは。え、わかなはもう完全に、スポーツ飲料。うん、おもうキンキンに冷えたスポーツ飲料を、うん、500ml 持っていって飲むですね。ああ、なるほど。そう、決まった量をちゃんと飲むようにしてますね。なるほどね。うん、もうそれが定番かな。そうやな、うんうんうん。みんな逆に何飲んでんのやろ。ちっちゃも。私は水なんですけど、うん、水は水でも、うん、イロハス。あっ、こだわりあるんや。イロハス。え、ちゃうの味。一緒よ、水。いや、もう、なんか、イロハスが好きなんで、えー。全部好きですよ、それはもちろん、水なんで。うん、水はあったら飲むんですけど、うん、なんか、持ちやすいっていうのもあるし、確かにね、あ、なんか、変わったじゃないですか。なんか、ポコポコしなくなった。そう、平らみたいな感じになってて、なんか、持ちやすいし、見た目可愛いし、見た目もね。飲んだの潰せるしね。そう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 。そう。好きなんです。ずっと、毎日思ってます。ああ、イロハス派か。はい。やばい、選択肢なくなってきた。まいちゃんは？いや、でも、最近公演の時は、うん、それこそ夏やから、うん、水と、なんていうの、スポーツ飲料を割る、うんうんうん
って、うん、はい、で、はい、半分半分入れて、うん、シャカシャカ振って、うん、飲むっていうのがいいって言うよ、ね、なんかそう、やっぱりなんかトレーナーさんというか、うん、NMB についてくださってる方も、うん、なんかやっぱり塩分とかもいるから、うん、それ飲みって言われてからこう半分ずつというか、うん、割って飲むようにしてる、うん、割ってのなんかお酒みたいなちょっとやめてよ、混ぜて飲む、ジョンちゃんまだ未成年だから、ごめんごめん、そうだよ、若いじゃんな、二十歳になったけどね、二十歳になったけどね、いやでもやっぱ水とかスポーツドリンク系が多いですね、うん、人によっては、確かに ね、 ね、うんうん、ってなりますよね。いやでもごく稀に、健康に良さそうなもの飲んでる方もいますね、うん、確かに、ゆなちゃんとかもな、飲んでるような、そう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 、うんうんうん、ほんまに、どこで買ってるみたいな、ほんまにほんまにどこで買ってるんでしょうかね、ほんまに、まあでも確かに自分がさ、うん、ファンの方の立場やったら、うん、推しが何飲むかは気になる、確かにな自分だからしたらさ、うん、これ興味持ってもらえんのかなって思ってたけど、うん、自分が確かにファンの方の立場になったら結構興味はあるかもしれない、まあ、確かにね、ツイッターとかでね、うん、すごいエゴサとかしたら流れてくるかもしれない、うん、確かにね、まあ、よかった、満足してもらえてますかね、これでなら良かったですありがとうございます。ということで今回はここまでです。このコーナーでは私たちに聞きたいリスナーの皆さんからの質問を募集しています。イエーイ、しっちゃんとやってみよう。ここからは私、カメのジオンこと、じっちゃんが遊びに来てくれたメンバーとゲームをやってみようというコーナーです。ではここからは私、ティーちゃんが進行します。ティーちゃん？じっちゃんなのでティーちゃんです。で、最初のゲームは、カズ取りゲームです。はい。これはですね、うん、単語とその単語の単位を順番に言っていくゲームになります。はい、例えば、はいはい、私が犬って言ったら、うん、次の人は一匹という風に犬を数える単位を言ってください。なるほど。で、数はだんだん増えていきます。あ、1、2、3、4。あ、そうそう。はい、次、前が、次、猫って言ったら2匹とか、あ、なるほど、ものは何でもいいです。オッケー。で、また、回答と回答の間はみんなでじゃんじゃんという掛け声も忘れずに言ってください。じゃんじゃんですね。じゃんじゃん。なるほど。じゃんじゃん。じゃあ今回は、うん、ティーちゃん、じっちゃん、にゃんちゃんの順番で、はい、初めてやな、回していきたいと思います。はい、それではもうやっちゃいます。じゃあいっちゃいましょうか。いきますよ。それでは参りましょう。じっちゃんと数取りゲームをやってみよう。スタート。せーの、じゃんじゃん、ひと、じゃんじゃん、ひとり、じゃんじゃん、うさぎ、じゃんじゃん、にひき、じゃんじゃん、みかん、じゃんじゃん、三個、じゃんじゃん、キリン、じゃんじゃん、四と、じゃんじゃん、ゾウ、じゃんじゃん、五と、じゃんじゃん、リンゴ、六個、じゃんじゃん、電車、じゃんじゃん、七両、じゃんじゃん、車、じゃんじゃん、発車、八台や、八台、発車、発車、車、え、一車、二車、言わんか、台やな、めっちゃむずい、お題も回ってくる、数字も忘れちゃうし。もう一回、じゃあ私から、にゃんちゃんから、にゃんちゃんから、いきたいと思います。はい。それでは、じっちゃんと数取りゲームやってみよう。スタート。じゃんじゃん、ペン、じゃんじゃん、一本、じゃんじゃん、消しゴム、じゃんじゃん、二個、うん、じゃんじゃん、定規、じゃんじゃん、三個、じゃんじゃん、時計、じゃんじゃん、四つ、じゃんじゃん、ビール、じゃんじゃん、ご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 しゃ、ごしゃ、アウト、またしゃつけてる、ご、ごとうとか、とうか、とうっていうの、あ、とうってとう、あ、そういうことか、なるほど、むずいわ、これは一瞬で思いつかへん、うん、すごい、最後ラスト、頭の回転がいるね、これね、ちょっと頑張ってみましょう。はい、それではじっちゃんと数取りゲームやってみよう。スタート。じゃんじゃん、マイク、
じゃんじゃん、一本、じゃんじゃん、ガラス、じゃんじゃん、二枚、じゃんじゃん、雑誌、じゃんじゃん、三本じっちゃん確かに本っぽい、本やから。このゲームのタイトルを名乗るな、もう。飽きまへんがな。あれじっちゃんが激弱でした。いや、楽しい。まだ楽しい。めっちゃ楽しい。なんかもっとこう、極めてからもう一回やりたいね、うん、これ。学んできますね。あの楽しい、このゲーム。ね、じゃあ続きまして、次のゲームに参りましょう。続いてのゲームは、カラオケ説明ゲーム。おー、何それ。なんや。これはある曲のカラオケ音源が流れます、はい、でそのカラオケに合わせて指定された単語について説明してください、うん、で、まあ、例えば料理ならその作り方とか、うん、物ならそのものの説明、うんうん、そして場所ならそこの行き方とか。なるほど。でもメロディーに乗せつつうまく説明してくださいね。なるほど。できるかな。むずだね。むずそう、これ。確かに、ね、これも結構瞬発力というかね、うんうんうん、頭の回転いるから、うん、じゃあそれでは早速参りましょう。今回挑戦するのはこの曲です。この曲のメロディーに合わせてください、はい、さっちゃんね、これ有名なやつ。はい、そうですね。じゃあまずはにゃんちゃんからいきましょう。さっちゃんならぬ、いきますか。にゃんちゃん、お、じゃあお題もね、もうイントロでじゃあお題を広げて言ってくださいね。はい、わ、はい、かりました。いきますよ。じゃあじっちゃんとカラオケ説明ゲームやってみよう。スタート。ジオン、ジオン、ジオンちゃんはね14歳、13歳ぐらいで加入して今は15歳も本当に身長も心も大きくなってね、で立派だね、じっちゃん。ちょ、歌ってる時の顔めっちゃ腹立たん。ちょっと真剣なんや。うまくいったぜ。でもうまかった、うんうんうん、ちょうどぴったり、うん、やった。すごい入りが難しいですねちょっとミスりました。うわ、すごいすごい、めっちゃ楽しい感じよこれ。はい、ということで、じゃあ次はジオンか、じっちゃんかな。はい、じっちゃん、じっちゃん、お題にジオンが入ってる、ね、激ムズやん。ムズい。うわ、そう、人とかも来るんかな。なんでもあり、なんでもあり。じゃあいきますよ、うん、じっちゃんとカラオケ説明ゲームやってみよう。スタート。カレー、カレーはね、人参、玉ねぎ、ごぼう、いっぱいいっぱいあるよね。具をグツグツしいておいしいよね。ね、おいしいね、おいしい、おいしい。ちょっと待って、リズムがわからんくなるって。まずごぼう。ごぼう入れんの？ジオンちごぼう入れんの？お肉って言いたかったんです、ほんと。じゃがいもとか。最初は人参、玉ねぎのリズム良かったけど、ごぼうって。ごぼうでアウトやったな。しかもバリねー言うてくるし。語りかけるタイプ。めっちゃ共感も食べてくる。おもろい。やばい。めっちゃおもろいやん、これ。やっぱハイにもミスっちゃいますよね。ほんまに難しい。かわいい、これも個性ですわ。じゃあ次、ティーちゃんが。ティーちゃん。いきますよ。じゃあ、じっちゃんとカラオケ説明ゲームやってみよう。スタート。ユニバーサル。ユニバーサルスタジオジャパン。大阪の海の近くにあるんだよ。いろんなアトラクションがあって食べ物もいっぱいあるんだよ。すごいね、ユニバー。ちょっと分からん分からん。待って、手が無くになる。ラジオやから伝わらへんけど。粗品さんなのになってるから。見てがずっと粗品さんや。すごい。ゆーずー。でも、うまいこと説明できてない。めっちゃうまかった。うん、ね、すごかった。ギリギリ。海の近くにあるし。海の近くにあるし。食べ物も、アトラクションもあるし。うん。あ、う、あ、んうんうん。いや、すごいよ、みんな。楽しい、でもこれ。楽しい。お、最後、もう一回。お、ジオンちゃんが再チャレンジ、下手くそすぎたということで、再チャレンジ、ごぼうカレーにね、ご存じてたので、はい、再チャレンジしたいと思います、はい、それではじっちゃんとカラオケ説明ゲームやってみよう。スタート。近っぽいよ。
しかしげさんはね、男の人のマネージャーさんで優しいよ。毎日お仕事頑張っててすごいよね。しかしげさん、マネージャーさん。アウトー終了でーす。ねえ、難しい、しかしげさんは。ダメでーちょっと、難しいお題を。でもな、毎日仕事頑張ってるし、優しい。そうです、優しいです。最後が弱いね。最後が弱いな。わからんくなる。わからんくなるよね。わー、ほんまおもろいわ。頑張ろう。いやー、すごい楽しかった。ね。楽しかったです。ということで、今回のゲームはここまでです。皆さんも私たちが盛り上がりそうな面白いゲームがあれば教えてください。以上、じっちゃんとやってみようのコーナーでした。目撃者は誰だ？このコーナーではリスナーの皆様が目撃したメンバーの情報を紹介していきます。さて、どこで誰が目撃されたのでしょうか。早速紹介していきましょう。まずは松原市にお住まいのラジオネーム輝く空のしじまみわさんからの投稿です。目撃メンバーはマイティ。平山舞ちゃんは自分自身の名前の滑舌も苦手のようですね。平山で平山舞が平誤りを3回早口でお願いします。じっちゃんも悪ないちょっと呼んでる人がいや、これはしゃーないですよ。これはね、なんか違うとこでね、こうしんしんさんと最近、うん、あのラジオをさせていただいてて、しんしんさんも滑舌が悪くて、そこでこう早口言葉言うみたいなのもあるんですけど、ほんま自分の名前も言えないんです。飽きまへんがな。劇場公演の自己紹介もなんか言いづらいなと思いながら、ね、あれも、ね、親からいただいたこの名前を誇りを持って頑張ります。はい、はい、いきます。はい、平山で、あれちょちょちょ、ヒマラヤか。もう一回いきます。ヒマラヤで平山舞が平山り、ヒマラヤで平山舞が平山り、ヒマラヤで平山舞が平山り。あ、でも惜しい惜しい惜しい、言えてたよ。言えてた、言えて、うん、ほぼ言えてた。ヒマラヤ、ヒマラヤって言ってた。平山って言ってた。わかる、もうおかしいなーって思ってた。どういうことやろと思ってて。だからヒマラヤで、あ、ヒマラヤ山脈のことかな。なるほど。平山が、うん、平山が、平山。ようわからんでしょ。すごい、これ考えてくれてありがとうございます。確かに、こんな素敵な早口言葉を。ね、あ、使っていこう、使っていこう、待っていきます。平山に。めっちゃ難しいですね。ねえ。続いて、たくさ。悪っ、待て待て待て、ストップ、悪っ、カットになるでしょうけど、ストップストップ、ね、落ち着いてみんな、ちっちゃな。高槻市にお住まいのラジオネームブッキーさんからの投稿です。うん、目撃メンバーはワカニャン。先日新チームの組閣があり、マイティはチーム N の、わかにゃんはチーム M のそれぞれキャプテンに任命されましたね。うん、おめでとうございます。ありがとうございます。そんな新チーム M のキャプテンわかにゃんは7月16日でめでたく20歳になり、 SNS でお祝いのメッセージをくれたメンバーとのやり取りをしていましたが、なぜか9期生にはまた髪の毛の匂いを嗅ぐねとか食べちゃいたいなど怪しい発言が。チーム M のキャプテンになれば今以上に暴走するのではないかと心配です。マイティやじっちゃんは同期なので誰絡みの被害者でもあると思いますが、はい、大人になったワカニャンにこれだけは直してほしいというところがあれば教えてください。ないよ、優等生で有名なんだから。7期の優等生でしょうよ。誰が言うとんねん。確かに、まあね、リプ見てて思ったよ。え、の旧記者リオピカにさ、うんうん、なんか髪の毛食べさせてみたいな。私も被害者なんです。うん、我が家に髪の毛を食べられてた。うん、なるほど。食べますけど。食べます。なんでそんな自信満々で。食べましたけど。そう、え、でもね、うん、なんか和田美優と、うん、次わかにゃんがチーム M のキャプテンになりそうやなって話をしてたの。うん、予言してて、うんうん、で、まあ、キャプテンじゃなくても絶対 M やろなと思って。こんなんしてるから。そう、我がにゃん喋れば喋るほど、うん、ボロがね、そう、ボロが出すぎて。もう多分結構今メンバーとかファンの人にもバレてるんちゃうかなって。そうなんよ。
なんでその心当たりになったのいやでも、うん、ほんまに旧期生はまだ私のことをすごい、うん、あの真面目な先輩とかそういうちょっとお堅い先輩と思ってるっぽいから、うんうん、まだ何しても許されると思って、うん、その旧期生に誰から見していいって標的をどんどん変えていってます、うん、7期生から8期生にそして9期生に、ね、被害者がどんどん増えていっぱいだよ被害者の会作れるよこれ、ね、みんなも気をつけてダメ大丈夫じいちゃんはなんかされてない私ないねの、ね、多分されてないと思うんですけど、ね、いやでもできないでもねほんまにあるとしたら、うん、もう朝早い時とか、うん、やっぱみんなさ結構もうテンション低いわけよ、うん、そうねで自分もこうなんかゆっくりな音楽聴いてストレッチとかしたのに分からない時大ちゃんおはようみたいな想像できるわ。入っちゃうとか言って、うんうんうん、ちょっとそっけない態度でも私はいいです。朝だけはやめてくれ。朝だけは？いやいや。年中無休ですから。そう。まあでもそれがね、うん、でも楽しみ。若にゃんが M のキャプテンは。確かに。いやいや。でも2人もねチーム N でねダンスバリバリに踊ってるとか想像できるから。やばいよ。鍛えられてきます。はい。私も頑張ります。頑張りましょうみんなで。ということで次のお便り紹介していきたいと思います。大阪府におじまいの全員悪いな。大阪府にお住まいのラジオネームりょうすけさんからの投稿です。目撃メンバーはジオンちゃん。夏コン2日間お疲れ様でした。3公演参加しましたがとてもいい思い出になりました。コンサートのリハ期間はいつにも増してメンバーの SNS にいろいろなメンバーが登場するので密かに楽しみにしていたのですがそこで僕は気づいてしまったのです何何こんなに溶けそうなほど暑いのに基本的にジオンちゃんはロンティーを着ていることにこんなに暑いのに一体何を考えているのでしょうかなんとなくロンティーの方がダンスがうまそうに見えるのでわからない気持ちもしないもないのですがということで皆さんの レッスン着のこだわりやレッスン中に起こったエピソードを教えてください、うん、だから今も長袖やそうよ、うん、暑いわちょっとなんでなん日焼けしちゃうじゃんいやいや室内室内レッスン着、ね、確かにでもさ初期の頃さ、うん、実は真っ黒焦げやったよそうですよそうやなそう日焼けしやすいかあの頃はわんぱく中学生やったからな、うん、そうもう高校生になったし、うん、ちょっとまあ白くもなりたいなっていうのでう、うん、まあちょっと長袖長ズボンで暑ないでも長袖は信じられへんあの、うん、信じられへん見てても暑いよ暑いよいつも後悔する腕まくってるもんねめっちゃそっかまくれるぐらいまで上に上げてやってるんですけど、うん、いや明日こそは半袖で行こうって思うんですよ、うん、けどいややっぱ今日もロンティーでいいやみたいな結局ね、はい、確かにそうかそうか汗引くと寒かったりするもんね、うん、確かに確かに、うん、そうそうそうレッスン上のさ気温19度とか、うん、19度エアコンが、うん、もうそれ以上下がらんっていうぐらい限界の19度やからね、うん、そうなんですよでも、うん、若にゃんはいつも猫やね猫着てるないろんな種類の猫 T シャツを持ってるそう猫の T シャツ着て半袖でシャツは出してインせずに、うん、ブカブカで踊るのがマイセンスですね、うん、逆よねマイちゃんはなんか確かにイン絶対いい確かにインしてるな胸の下ぐらいまでインしてるパツパツちょっとダサいくらいが落ち着くかもゼッケもインしてるよね確かに全部入れちゃうから確かに、確かに性格出るなでもおへそ丸出しの子とかもいればおるおるおる雪のとかしんしんさんとかはこうブカブカの T シャツで下履いてんのかなみたいなやつ、うん、いやさすが毎日彼女、うん、そう、うん、もうやっぱみんな個性出てるから ね、 ねレッスン着も本当にそうなんです、ね、リハ期間の楽しみではありますね皆さんたくさんの投稿ありがとうございましたさてここからはリスナーに代わりお互いの目撃情報を打ち明けてもらおうと思います題して NMB48 の打ち明け話今回夏コン終了後初めての収録ということで今回コンサートにまつわるマル秘情報を打ち明けていこうと思いますまず私亀のジオンのマル秘情報からそれは秘密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 のあこちゃんはい、ゆきのが組閣発表の時に手をつないできましたあいやお
同い年。そうなんです。同い年で同じチームでずっと一緒にいたんですけど、うん、あの今回ダンスのね、うん、ダンス選抜とかも選んで一緒になることがよく多かったので、ね、うん、もう今回でより仲が深まって、うんうん、もうその組閣の時にもうめっちゃ緊張して、うん、やばいやばいみたいな感じでもう手つないでて、うん、しかも恋人つなぎで、うん、そうつないできて、え、かわいいと思って、うん、それをあのまさかのファンの方にカメコで撮られてて、そっかそっか、あ、カメコじゃないんかな、配信かな、あ、うんうん、どっちかで撮られてて、それをのあのツイッターで見て、うん、うわ、やばい、撮られてた、やばい、バレた、私たちがイチャイチャしてるところを思いながら、ついにそうなんです、うわそっかそっか、ゆきのが、うん、ちょっといつもツンデレなんですけど、確かに、うん、そうけどそんなね可愛い一面もあるんだよって、うん、そうよね、次新しいね、うん、一緒のチームやもんね、はい、そうなんです、だから嬉しかったね、平山チームへのよ、いや、そう、え、ちょっと平山キャプテン、平山チームへのですよ、自分の時だからなんかまだ慣れないですけど、はい、わそうなんです、ね、もっともっと仲良くなってね、楽しみやね、はい、チーム一緒なの、お願いします、続いて、はい、わかにゃんのマル秘情報はこちら、それは秘密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 のあこちゃん、靴下破れちゃった靴下破れちゃった、破れちゃった、これは、はい、14日に、はい、14日に行われた NMB48 サマーフェス、はい、あっちチーム祭りで、あのトップバッターチームビーツ務めさせてもらったんですけど、うん、そのチームビーツの出番が終わって着替え部屋に行って次の衣装に着替えてて靴下脱ごうとしたんですよ、うん、はい、で右膝のあの靴下がめっちゃでかく破れてて膝膝長い靴下をね、うん、衣装で履いてたんですけど、うん、右膝パッカリ、うん、ポッパもパッコリ、おもろかった隣なんですけど、着替えが、そう、いつ破れたかも分かんなくて、う、うん、もうやばい、これ曲中に破れたんかなとか、破れてないこと祈って噛め込みたら、うんうんうん、曲中に破れてたっぽくて、映ってた、映ってたの、めっちゃ恥ずかしい、膝、親指とかならあるけどさ、膝膝なかなかないよな、膝がエイリアったっぽくて止まってたよ、そう、めっちゃ恥ずかしいし、そう、あんなドヤ顔しときながら膝破れてたっていう、そう、だから、はい、福福キャプテンになって膝破れてたから、キャプテンになったらどこ破れるのか、ちょっとおへそとか破れてる、どうしようって、恥ずかしいな、それは、お尻とかやめて、お尻とかやめて、もう気を、皆さんもぜひ気をつけてくださいね、はい、続いてまいちゃんのマル秘情報はこちら、それは秘密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 のあこちゃん、いよいよメンバーを縛ってしまいました、まいちゃん、なんでじゃあ今ここにおるのっていうのもあれですよ、7月14日の、うん、さっき言ってたサマーフェス、うん、2023で、はい、チーム N があの点滅フェロモンっていう、はい、ちょっと大人な楽曲をやらせてもらったんですけど、ね、そこで、うん、ペアを作って、あや赤のリボンであや縛るという、あやや や, や, やえ、それはもう楽しかった、楽しかったそう、いいですよね、なんかね、前回、うん、ナンバトルの時もね、はい、N はそう、カリンさんがちょっと男性役で、はい、他のメンバーがこうカリンさんにこうコロコロ転がされるというか、うん、遊ばれるみたいな演出で、うん、今回はもうこう女性同士の絡みというか、うわ、また違う、うん、エロスティックな感じでエロさで行ったんですけど、うん、はい、え、でも舞ちゃん誰とペアやったっけ、私ね、シンシンさん、うわ、身長差がね、私も、うん、あの端っこの方で見てたんですけど、うん、はい、身長差と、はい、シンシンさんのその彼女感と舞ちゃんの立ち振る舞いがすごいマッチしてて、うんうん、なんか、うん、そう、縛ることなんかそうそうない、生きてないよね、人縛とる話が聞いたみたいどうでした、ほんま、なんか緊張しちゃった、そうしかもシンシンさんもほんまいい顔すんの、いや、ほんまによかった、っ、うん、なんかこんな言葉にするのあれやけど、ほんまちょっとやらしい顔するから、こっちまでちょっとそのなんか気分乗っちゃって、うん、どんどんやっちゃって、そのノーズもぐんぐん縛っちゃった、ぐんぐん縛っちゃってそう、これでもぜひアーカイブとかでね、うん、ぜひ見てほしいなって思います、確かに、いや、よかったよね、めっちゃよかったですよ、見ます、見てくださいメンバーのマル秘情報はいかがでしたか。さて、このコーナーでは SNS や公演などで見かけた私たちメンバーの情報を募集しています。詳しくは番組ブログ
ジャンレニの公式ツイッターをチェックしてください。以上、目撃者は誰なでした。エンディングのお時間です。皆さんいかがでしたか？ NMB48 のジャングルレディオ月曜日、教えて NMB48 では私たちに聞いてみたい質問を大募集しています。また皆さんが目撃したメンバーの情報を送っていただく目撃者は誰だへのお便りもお待ちしています。その他、番組でかけてほしいリクエスト楽曲や普通歌なども大募集。すべてのお便りの宛先はメールではすべて小文字で jro-mon@esfm.jp、またはハッシュタグジオンレディをつけてのツイートもお待ちしています。何を騒いでるんや。どうしたどうしたどうしたじいちゃん。じゃあ私が真剣に呼んでる時になんかノリノリでごめんすごい裏のミュージックになっちゃってごめん。楽しかった楽しかった。あ、ほんまに、あっという間、うん、一緒やった。よかった、同期はええね。いや、ほんまに七期はええわ。じっちゃええよ、じっちゃん喋、うん、れるようになってる。昔なんて MC で、はいしか言ってなかった。やばいね、あのジョミルビーの MC を見返したりしてたんですよ。はい、もうね、しゃん、やばかったよ。ほんまおるだけみたいな。そう、みんなそうやったから。そうなの、成長したよ、うん、ね、すごいわ。でもこのラジオでね、もっとじっちゃんも喋れるプラに、そう、はい、そうですよ、3ヶ月後には覚醒してるから。わー、楽しみ。じっちゃんが言ったで、ね、うん、はい期待してるわ。楽しみです。じゃあお疲れ、ありがとうございます。ということで、そろそろお別れの時間です。今日はNMB48 のピークを聴きながらお別れしたいと思います。この曲はね、 NMB48 ネクストジェネレーション789ライブでねやった曲なんですけど、あの久々にね歌いましたよね。七期昔やったよね。ごめん、なんかあの後ろで踊らないでもらってもいいですか。踊りすぎて触らんから、みんなに。すいませんすいません。そうそうそう、七期生全員で踊ったからね。ね、昔懐かしいよ、めっちゃ。次世代ね。いや嬉しいよ ね、また歌えて、うん、楽しかったですね。ごめん、全部飛んじゃったね。明日火曜日のジャングルレディオはつぼみ大革命の皆さんがお送りしますので、お楽しみに。深夜1時からのリピート放送も聞いてください。それではジャングルレディオ月曜日、お相手は NMB48 の亀野ジオンと隅野若菜、そして平山舞がお送りしました。来週も聞いてくださいね。おつかめの最後はラジオで TikTok、 今から TikTok に投稿する動画を撮影します。この後投稿するので、皆さん亀野ジオンの TikTok を確認してくださいね。それではワンシーンだけお聞きください。ありがとうございました。カメラ見ずにアップルマーク見てました。